今の、ネット上と言われる連中も、憲法改正とかね、中国がどうの、韓国がどうのって話もね、今のネット上っていうのは話が浅いからね、簡単に統一教会とかね、そういう、なんて、インチキ右翼とかインチキ保守に騙されるんですよね、簡単に。一体、統一教会っていうのは一体どういう思想を持ってるか、どういう背後関係があるか、どういう意図のもとに政治活動をやってるのかっていうことに関して、銭くれるからいいや。それで、まあ、選挙活動を応援してくれるからいいやと。まあ、みんなで、なんだよ、桜で人を集めてきて、わーわー騒いでくれるでいいやと。ただ、そう思ってるだけだから、簡単に騙されちゃうんですよ、だから。騙された上にさ、いや、統一教会なんて大したことないんだから、別にそれを取り締まる必要もないよ、解散する必要もないよとか言ってるでしょ。解散する必要があるんですよ。なぜ解散する必要があるか。統一教会の政治活動っていうものはね、かなりね、怪しいんですよ。見逃していいんじゃないんですよ。単なる宗教ではないんですよ、彼らは。政治活動なんですよ、あれは。安倍さんもね、まあ、おじいさんの岸信介は、岸信介はね、かなりそういうことは自覚した上でやってたと思うんですよ。彼は先般ですからね。生き延びるために、統一教会の協力を得ようとしたんじゃないかなと思うんですよ。でも、安倍晋三さんはね、簡単にホイホイに乗っていってでしょ、統一教会の女の教祖なんかに対してさ、おべんちゃらを言って、リップサービスしてるわけですよ。メッセージを送ったりして。僕はそういうのが なぜそうなるかっていうことはね、やっぱ本読んでないから、本読んで勉強してないからだと思うんですよ。何かを勉強しなくちゃいけない。頭を使わなくて、頭を使う練習してない。ただね、新聞紙をね、新聞に書いてあったようなことをペラ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 読んでね、それを繰り返してる。桜井よし子とかね、わけのわからん百田直樹とかね、有本香織とかね、あんなのただの井戸端会議のおばさんじゃないですか。それをね、ちやほやしてね、もてはやしてるのがネット上系国民ですよ。